今日は私服。みなさんこんばんは、キーです。今日の動画は昨日の続き。なんだかママがパパにいっぱいおねだりをしていっぱいカードを買ってもらってるみたい。なんだか大丈夫かな、パパのお財布が空になっちゃうよ。それでは今日の動画も楽しんでみてください。どうぞ。次どこ行くの？これがサンライズ。サンライズ、この間リザードンオリパやったとこだよね。サンライズさんさ、シングルもいいですもんね。そう、特価がすごい安いんだよね。ここ欲しい。はい、ね、サナ1万8000円取ってる。やば。何がこのサナ安い。ギラティナ7400円。80円。やばいね。これも安いよね、ここら辺も。ミュウツーイエクス。セレナ安い。スリーブもだって1つ500円もスリーブだって定価割れしてるもんね。確かに普通に考えて。あ、見て、ちゃんとこれ3000円でさ、出てるの並べてくれてんの。50口で。だから50口のうちのこれ出てるよってことでしょ。やばいな。35分の2、まず3000円で35分の2を。これ B なの？玄関もいるよ。あ、本当だ。でほら見て、アルセウスの V3 の HR とかさ、コーリポ EX ミュー V とかもあるよ。はるちゃん、この中に S と SAB が入ってるんで、確実にやる気が起きるね。一撃でミモザをゲットすることができる。むしろ SAB でもいいぞ。おいちゃんがやるって。本日もやってまいりました、おいちゃんのダウジング。おいちゃんが震えたら、ここら辺ちょっと不正してないかしっかりチェックしとけよ。危ないからな、自分で切り始めるから。この辺だ。これだな。おいちゃん、これ。これだよ。これだし。これだしね。だし。だし。どういう感じなんだろうね。あ、真ん中にいるんだね。あ、なるほどね。俺たちはこういうのすごく弱いって言葉あるからな。あ、もう次いる。じゃあセロラのスリーブ。これいいよね。めっちゃいいじゃん。すごい。見て、目見つける。光ってる。お客様だ。我が輩が今回はその500円折りパンダからあたりをぶち抜いていこうかと思う。10口に決まってる。先生、なんでそこで一番気合い入ってるの。絶対こっちやった方がいいじゃん。バカ者、お前はそのあたりのラインナップ見なかったのか。一撃でエリカのおもてなしを当てれば全部返ってくる。一口目からいきたいと思います。おい、これ食べやだ。一番前を男らしく取るのがちょっとね。おれ。おれ。おれ。バカ者、オリパ中毒のこの私が。おれ。おれ。あ、これ違うな、輝きが違うな。ああ、この光り方は。まあ世の中そんなに甘くはないってこともね、みんなに伝えたかった、そういう動画でした。これもうすごい大量買いじゃん。僕が爆買い。おめでとう、おめでとう。うえー。ルイナ買っとけばよかったかな。そうだよ。本当だよ。はい。よいしょ。ありがとうございました。はい。秋葉原来たら皆さん絶対言ってください。いや、あれは3000円のが良かったかな。でしょ。なんで500円なのって。これやんないのって言ったら。よく前に言えよ。また話しない。これね、安い、6980円だって。これいいよね。うん、トミちゃん買う気満々だから。いやいや、欲しいのはあなたでしょ。はい、そう、私なんですよ。トミちゃん買う気満々。すごいよね、これ。いや、リザーベ安いよ。どうですか、白かけ一つも非常にいい答えとなっている。綺麗だな、本当に。あ、これください。はい、いい買い物したね。これはいい買い物したね。やったね。 PSA 盛り返してるからね。そうなの。そう、盛り返してますよ。こんなのあんの。あの、あるんですけど、これがなんだっけな、なんかの鑑定品ではあるんだよね。そう、鑑定品。これかっこいいですね。しかもそんなに高くないでしょ。これいいよね。これありだよね、何気にね。これ何の鑑定品なんでしょう。私も初めて見ました、こちらは。
誰か分かる人いるですかね。はい、じゃあこれお願いします。ありがとうございます、はい、お会計させていただきます。また勝負しようとしてんの。モツチャレンジ。モツチャレ。あおちゃん、これ買う。うん、これ買いな。これ買う。買いな。この800円のピッピお願いします。ピッピ。ピッピ。ちゃうやん、ちゃうやん。ポケが爆買いやん。いいよこれ。おしゃれじゃないこれ。かっこいい。ね、しかも値段が安い。ね、普通の素体よりかも安いんだよ。安い安い。でも綺麗だしね。傷ありじゃないから、鑑定品だから。確かに。でしかもこれだったらずっと飾れる。確かに。来た、さっき欲しいって言ってたやつ。いいね、こんな感じで。最後はみんなこれ気になると思うから。気になるね。俺のこと好きすぎ。春菜、俺のこと好きすぎ。大好きだもんね。ねー。お、元のパパ、元のパパ。遺伝子は、遺伝子は繋がっているのか。これ見たよ。見た。アニメも見てるんだよ。ああ、なるほどね。めっちゃおもろいな。アニオンタね。アニオンタ、かわいい。アニメ多分すぐだから見やすいでしょ。これ見たね、これ見たよね。見た。最後、マドカチュアン。あ、そうそう、こうなったな、なった。ギャンブルする時のマドカちゃんはこうなるの。次じゃない、次か。カニよ。次じゃない、光物。すげえやな顔してる。ドリちゃんはガチゴリラの妹。すげえやな顔してる。すんごいやな顔してるんだけど、すんごいやな顔してる。じゃあドラスタ行こう。じゃあドラスタ。ね、それあれじゃん、最近のさ、犬系女子。いれなかった。でもさ、彼氏が可愛いって思ってたらいいと思うんだよ。悪いこと言ってないよ、ね、鼻につく子がいっぱいいるってことでしょ。で4000円であんなにさ、ね、自分のことがさ、好きな子がさ、泣いてくれたらさ、いいよいいよいいよ、なるよな。なる。俺の実力不足でごめんなさい。このクレーンゲーム全部俺が買ってやるやと、いくらこれって言っちゃうよな。これいくら？素材いくら？素材で200万？バカじゃない。プレカロールさん。プレカロールさんね。ここの店長さん、世界大会行ってる人なんだよね。あれ、ロンドンのなんか世界大会出てる方だったらしいですね。ロンドンって書いてあったもん。カバンかな？そう、ね。マジでガチでやばくね。ガチでやばいよな。ガチですごい人。どうたくん。はい。おー、いいね。みかんがいるね。そう、これね、ちょっと好きなんですよ、ずっと。おえ、じゃあここからここまでってことを言ってんの？あと、メイン回収。あ、なるほどね。うん、1枚でいいかな。これやばいよ、この2つは。クレジ6万だ、見てみてほんとだ。てかさ、恋キングホイロー1万ですよ。やばいな、ここシングル安すぎちゃうね。安いと思う、すごい。だってほら、僕たちおなじみの両キジスだ。安い。これと安い。あとこれね、これ。これはやばい。これはマジでやばい。これ安いよね。いいよね。やったぜ。やった。お願いいたします。はい。これすごいよね。トレカロードさん、マジでシングル安い。本当に X でもさ、たびたび上がるんですよ。シングルのなんか特価情報が、うん、すぐ売り切れてる。マジで。マジで。いいね。行く場所はね。すごいね。これ安くない？800円。これさ、見たことないんだけど。そう。このジムプロモのさ、この箔がついてる。そう。これかっこいいんですよね。いい、ね、いいよね。めっちゃいい。しかもこれ見てこれ。これ。輝きが。可愛い。素敵。みかん。イエーイ。あずまーす。もう一緒みんな。もう一緒。俺たちが大体遊び尽くしてるとこ大体ね。幅来たらここ回るんだよっていうのをね。じゃあちょっと入り口まで。どっちだ。バスラチナ。旅の最終地点はどこだかわかるか。欲しい。ポッター。ポッターじゃないです。あ、ポッターじゃない。ポッターじゃないです。ポッターじゃないのか。ポッターじゃないです。我が輩たちの最後の終着点はフヒーだ。いや、コロヤさんね。はい、コロヤさんに行きましたね。フヒーじゃないのか。コロヤさんです。もうそろそろ普通の言葉で喋っていいか。はい、お願いします。はい、コロさん行きました。はい、でコロさんの方にね、ちょっとね、シングルね、こちらの方買ってきました。これもいいよね。最高。じゃあこれが何がいいのか、ケデミ一言でお願いします。マオの足舐めてんじゃねえぞお前。エッチじゃない。エッチじゃないか。これね、一日振り返ってみるとやっぱポケカの相場ってちょっと落ち着いてますよね。落ち着いてる。確かに。だいぶね。だから買いやすかったっていうのがありますよね。今回2日間ね、旅の結果がこちらになります。じゃーん。これね、この辺から始まって、おー
辺ね、この辺ね、このミュウ可愛いんですよね。あ、そうそうそう、このミュウね。で、こう来て、まずここね、これ、これも安いよね。安すぎ。で、そしてこれ、グルーシャ。これもね、普通に鑑定品じゃない素材で1万2000円とか1万4000円とかで売ってんのに、鑑定品でこれ、あのこれね、これ今回ね、ちょっと Vlog 風にね、俺たちが遊んでるかっていうのを見てみたんだけど、うん、またね、ご要望があればね、ぜひね、他のところでもやっていきたいと思います。あの、お求めやすいお店っていうのが、まあ多分今回の2日間でだいぶ伝えられたんじゃないかなと思うので、うんうん、参考にね、していただいて、秋葉原を来た時にはそのお店行ってもらえればなと。はい、はい、まあ、そんな感じで今回は一応ね、こんな形でいろんな店舗を紹介できたんじゃないでしょうか。はい、皆さんもね、ぜひ秋葉原行ったらお立ち寄りください。まだまだ紹介したお店たくさんあったんだけどね、ちょっとね、今回ギュッとまとめてね、うん、まあでもね、コロさんはね、俺たちのね、あの 原点みたいなもんだから、はい、ここは落とすわけじゃないけどね、うん、はい、そんな感じで今回は終わりたいと思います。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。年内1万人目指してこちらの方もよろしくお願いします。各週金曜日でライブ配信しているこちらの方もぜひ遊びに来てください。はい、それじゃあまた。今回はこちらの破裂、我が輩はこのツイートされたいで8万5000円を失っている。笑い事じゃないぞ。おっと、てめえこの野郎、舐めてんじゃねえぞ。仲間にすぎ、全部赤なの。待って待って、でもさ、ダブル屋じゃない。いきます、せーの。おー